こんにちは野球のジャーナリストしますジャラです。えっ、ー、と今日はなんかジャケットなんか着ちゃってますけれども、えー、とそれはっていうとですねちょっと理由があって、あのー、僕ちょっと告知というかお知らせがあって今日はジャケットを着て話をしています。えっ、ー、とオンラインサロンを立ち上げることにしました。えっ、ー、とですねまあオンラインサロンをまあ、まあ、立ち上げるって言ってもまあ最近流行りではあると思うんですけど僕はなぜまあオンラインサロンを始めようかなっていうところから話をしたいと思うんですけれども。 えとですね、この要はコロナ禍の中でですねこう、まあ、いろんなものが中止になっちゃいましたよね。あの甲子園はも,もちろんですけど練習自体も活動中止になったりとか、まあ、練習試合もちろんですよね。でまあ、僕,だ僕のフィールドで言うと まあ取材すすら中止ですよね。まあ、試合やってないから試合の取材にも行けないし練習にも行けないしってなっていった時に、まあ、何もできなかった時にまあオンラインをいろいろやらせてもらったんですよね。で、まあ、ある時はある大学のゼミにゲストスピーカーとしてねあの登場してくださいって言われたり、まあ、ある知り合いのね野球指導者の方が指導者同士のミーティングに内原さん参加してくださいとかまあそういうのをさせてもらった時になんかこうふとねなんか。 度肝も抜かれることはなかったんですけどこう交流してる時にまあこう質疑応答とか普通のセミナーとか僕行ったら公演とか行ったらあんまり質問されないんですけどそういう時って結構手上がったりしてでいろいろ話してるとなんかハッとさせられたりすることがあってでその時にふとこう僕が思ったのがいやなんか僕 俺ふて老けてきたなたななみい僕もなんだかんだ言ってもうおっさんになってきたなと思ってでそう考えていった時になんかこう今の若い野球の指導者とかね野球に関わっている子たちの、まあ、考えとか、まあ、そういうのってどの程度、あのーね、発想として 取り入れられらててるのかなっっっちょっと思ったんですよねで皆さんご存知のようにというかあの今の日本の世の中っていうのはビジネスの世界を見てもらったら分かるんですけどこう若い人たちがねどんどん自分たちの新しい発想を持ってどん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 社会をね変えていっていると思うんですよ20代30代の人たちが。もちろんすごい僕たちが知ってるところもでかすごく大きくうねりになって変えてる人もいれば僕たちは知らないけれどもアンダーグラウンドで本当にすごく あの新しい発想というか若い人なりの発想でどん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 世の中を変えていっている人たちがどんどんいると。にもかかわらず野球界はねちょっとそういうところに疎いんじゃないかなと思って、えー、そういうことが起きてる要は要するに若い子たちがあまりこう生き生きできない風にね指導に関してはなってるんじゃないかなとかせっかくねこういう発想あるんだけどっていう。 こう僕らには思いつかないようなものを持ってるかもしれないのにそれがこう消されてしまってるんじゃないかなと思ったんですよ。でまあ皆さんご存知のようにね日本いいうののは、まあまあ、年配の方が多くて、まあ、古いですよね実はそのオンラインセミナーサロンとかオンラインの,その、まあ、授業とかの時も僕ちょっと聞きかれたんですけど、まあ、ある人がある,ある生徒さんが「あの日本高野連に若い子が行くことはないんですか?」みたいなねもちろん皆さん想像しますよね。 ああいう,こう堅物な感じのイメージのする日本小野連がねやっぱり頭硬いんじゃないかとそこに若いこの発想が入れば、まあ、高校野球も変わるんじゃないかと思う,と思うんですけど、まあ、僕がその時に答えた答えは、まあ、まず入ることはないしあの、まあ、時間がかかるでしょうねとだからそういうのに期待するんだったら新しい野球連盟を作った方が僕は早いと思いますっていう話をしたんですけど。 で今思ったのが僕はじゃあもう新しいの作っちゃうというぐらいの勢いなんです僕今だからオンラインサロンでやるっていうのはそういうところでただねあの間違ってもらったら困るんですけどそれはこう日本高野連を潰すために新しい黎明を作ろうとかそういうことを考えてるわけじゃなくてあのつまりこう若い発想の持ってる子たちと一緒になって僕も勉強させられると思うんですよね。勉強させてもらいながらちょっと新しい野球界の概念とか新しい野球文化をちょっと作って。 あのちょっとムーブメントを起こしちゃおうじゃないかっていうことであのオンラインサロンをねあの立ち上げようとそういう,こう決意になったわけです。でオンラインサロンの,あのタイトルっていうかなんですけどまあ単純に。 え次世代野球指導者のためのオンラインサロンという枕言葉がついてその後ににが続いていてくために我々は何をすべきかあといいうタイトルでやらせていただきま,すまあちょっと長いですけど大体イメージはつくと思うんですけどまあ「サスティナブル」っていう言葉の意味がなかなか伝わりにくいかなとは思ったんですけどまあ僕自身もね実は最近知った言葉でよく意味が分かってるわけじゃないんですけどまあ要するに持続可能性っていうかあのー。 例えばこう商売とかでもね最近レジ袋が廃止になりましたけどあれはまあ環境上良くないってことじゃないですか。でその 要するにこの店の売り上げだけが良くなったらいいっていうことじゃなくてもうちょっと社会に対しても貢献しましょうよっていうことなんですよねだからつまりこう育成選手育てたり甲子園に行けたらいいっていうことじゃなくて甲子園がどうしたら続いていけるかということをもうちょっと考えた育成をねあのしていくべきなんじゃないかなっていうことです。まあ、この言葉の意味はどん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 こう僕たちがいろいろやっていくうちにその言葉の意味ってこう深くなっていくのかなってそんなことはなんかちょっと思ってます。 まあその甲子園ねいろんな議論されるじゃないですか例えばもう甲子園はなくした方がいいとかなくなっ、ね、もういらないんじゃないかっていう方はねあの僕も選抜はねなくなった方がいいっていう考え方ですけれども、まあ、ただその甲子園が悪いんかって言われると、まあ、甲子園そのものが悪いんではなくて甲子,園に絡まっ甲子園を意識したことで人の,、ね、あの人間性が良くなくなったりとかね大人の。 指導の在り方でも含めて人としての在り方がおかしくなっていくからねあの問題があるわけであってその講師自体に問題はなないいんじゃないかとだからその子園をより今より良くしていくために、まあ、何ができるかっていうのを考えていくオンラインサロンをできたらなと思っています。 であの一応あの一応って言ったらあれですけどこのオンラインサロンのビジョンが3つあります、えー、でそのまあ3つをもとにみんなで目指していきたいなと思うんですけれどもまず1つ目が、えー、まず指導者のの底を上げるとあの今の時代誰がどこの学校に赴任するかもわからないですしあのまあ家庭環境もあったりしてどんな選手がどんな学校に赴任あの に進学すするかもかもわらないですそんな時にやっぱりこうどんな子でもどんな学校に行ってもやっぱりいい指導を受けられるようにあの合同チームとかになってしまうかもしれないけれどもでもその先でなんとかこういい指導を受けられるように少しでもやる気のある指導者とかあとこう子どものことを考えられる指導者が世の中に増えてくれることを願うっていうのが 一つ目ですなのでまあそのゼロからね最初は何も知らない指導者も全然いらっしゃって OK でゼロからスタートしましまょうっていうこといこですそれはあの僕もねあのかなり経験は取材経験はありますけど僕はゼロなんでみんなと一緒に大きくなれればなと思います。 で、2つ目があのどうすれば、どんな学校でも複数複数投手を作れるかを考えるってことです。あのまあ、皆さんご存知のようにね。球数制限っていうのがルールが実施されています。で、まあ、このルールが出来上がる。以前もいろんなこうね。あのルール。 に対すする議論がが起きたと思いままけど、まあ、おかしな話がね私学の監督が「効率が不利になる」ってえらいでかい声で言っててね「<laughs> いやあなた方が選手取るからでしょ」っていう話なんですけど <laughs> まあまあそれはともかくとしてそういうことを言って公立高校の先生はそんなに言ってなかったっていうねいびつな関係性がありましたけどまあそんな私学とか効率とか関係なくねみんながなぜ球が制限が必要なのかっていうことを理解した上でピッチャーは本当に作れないのかと。 作れるんじゃないかとっていうことをこうみんなで考え方を共有してこうやったらいっぱいピッチャー作れるよとかこういう戦い方したらもっともっと全員野球できるよとかそれでも勝てるよとかなんかそういうことをねあの考えられる組織にしていきたいなと思います。それがまあねあの2つつ目目です3つ目は日本最大規模のリーグ戦を作る プロジェクトですすねあを考えています、えー、これ僕の個人的な考え方なんですけどあの日本の野球界っていうか高校野球の中にあのリーグ戦ができきれば高校野球は大きく変わるんじゃなないかなとあの思っていますで、まあ、リーグ戦っていうのはまあ少しずつ語られるようになってきましたけどただリーグ戦をやればいいとかねあの僕はそういうこと全く思ってなくてっていうのはもうやっぱりこうこういうリーグ戦であってほしいっていうのがあってそれはこう実はサッカーとかで あのリーグ戦が、ね、主流になっているサッカーの方でちょっと勉強させてもらってあやっぱりリーグ戦はこういうところに価値があるんだなとかこういうことをやるからリーグ戦っていいんだなっていうのがあるんでそういうこうあの僕なりのこうビジョンがあるんでそれに沿ってこうじゃあこれをやりましょうじゃなくてみんなと一緒にこういうリーグ戦だったら高校生のためになるよねとかを一緒に考えてルール化していって あのそういういいいいのを作っていきたいなと思います最初はちっちゃいところからどん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 大きくしてできれば全国規模であのを、ね、あのでをいいだからまあつまり言ってみればこのオンラインサロンはまずこうね指導者の質を上げるっていうのはみんなでこう指導についてあの多く新しいことも含めて勉強しましょうとこれは僕も含めて学びましょうっていうのが1つ目でで2つ目はねあのその複数投資制を作るっていうことを、まあ、みんなで考えていきましょうこれは学びプラスあのいろんな人と交流もできるんでこの 交流しててていいっっねあの刺激をもらってもららえればなと思いますでそのつまりこう学びがあってで交流しますよねで交流し始めるとおそらくみんなで練習試合しようってなると思うんですよ指導者同士でね。でその練習試合をしつつそれをまあリーグ戦に変えていくということです。でまあ要は学び交流プロジェクトって感じですよね。でそこにみんなで向かっていければなと思っています。でこう、まあ 今回はあのそのオンラインサロンでは、ね、毎月テーマが決まってます。なんか雑誌の特集みたいなテーマになると思うんですけどそれに対する記事を僕が毎週一本ずつ投稿しますあちょあの。普通の日頃の話とかもやりますけどねあの毎週こうそのテーマに沿ったあの記事を23,000文字の記事を投稿するんで、まあ、その記事を境にみんなで議論できたらなと思ってます。この記事に対して どう思うだったりとかあの僕はこう思いましたであったりあのこれの意味が分かりませんとかを、まあ、言い合ったりとか、まあ、そういうのができればなと、まあ、思ってます。でまあそれを、まあ、ベースにしてねあの、まあ 例えば、えー、僕がある学校そのメンバーさんの中の誰かの学校に行ってで面白い取り組みしてるっていうのを聞いて行ってそれをまあ記事にアップするとでそれについてまたみんなで議論し合ってで他の学校でこういう取り組みやってみました皆さんどうですかみたいなことをやってみてでこういろんなねあの新しい野球界の新しい指導とかそういう,こう育成方法とかっていうのをね僕らでメスっと化していければなと思います。その上でなんかこう 大きなうね。りをね。あの野球界高校野球界の中に、えー、出していって、それが小学校とか中学校とかにも波及していって野球界が良くなっていってほしいなと思います。で、まあそういう記事を書いたりするんですけど、あの運営運営メンバー僕含めて3人、えー、いるいますえー、1人が中学校の野球の指導者をしている方です。あのポニーとかでやってるんですけど、まあそれは中学の指導してるから読んだっていうわけではなくて、僕と昔からあの本当10年ぐらい。 え野球の話をねいろいろああだこうだ育成の話ああだこうだってどこどこの誰々選手がこんな話をしてたからこれはいいんじゃないかっていう話をよくしてた同志みたいなもんですねもう僕よりだいぶ年齢は10歳ぐらい違うと思うんですけどまあ全然僕にも意見を言う子なんで,あので僕に勉強しろっていう子なんであのまあやりやすいんで一緒にやろうかなと思ってますまあ YouTube が始めたきっかけもその子のおかげですで。もう一人がえっと トレーナーなんですけれどもスストレンンンググとコンディショニングの専門家ですあの僕もねよく YouTube でトレーナーを雇うみたいな話をしてますけれどもなんかこう僕の考えていることが単なるジャーナリストの一方的な意見だけではなくてあのやっぱりこうそういう,こう専門家のねあの意見で、ね、専門家から見たらその宇治原さんの理論はこうこうこうだと思いますとかそういうことをよくあの口にしてくれるしその僕の考えが大いにまた あのプラスになったりとかねこうさらにこう深みが出てきたりとかもするんで、まあ、一緒に協力してもらいながらやろうかなと思いますなのでこう毎、まあ、次のテーマの中にはトレーニングだったりとか、まあ、リカバリーだったりとか、まあ、そういうことの話も出てくると思うんでその際にはね記事を投稿してもらおうかなとかも思ってますんでねあの、まあ、皆さん是非協力というかあの一緒にね。あの やっていくんで,でその最初三人で運営していきますけどそのうち、ね、こう協力者がい,たい,ていていただいてで、まあ、人数も多くなってきたら多分運営自体も大変なんでねあの一緒にやっていければなと思いますなので皆さんご協力をよろしくお願いします今日ちょっとあ長くそして急ぎ足になりましたけどそんなところです皆さんぜひ、あのー、志さえあれば何でもいいです二十、あのー、歳以上でになりますけれどもぜひ いろんなことをねみんなで話し合っていければなと思います。ぜひよろしくお願いします。